真っ白です。真っ白グラフィック来ました。ちょっとだけね、あのラメが入ってるんですね。気持ち。ちょっとカメラじゃ見えないかもしれないですけど、少しラメが入ってます。まあ、透明だとちょっと目立たないですけど。はい。ソウルこんな感じです。はい。はい。でこちらもまあ先ほどと同様にノーステールのバランス調整入って、まあ、ベーシックキャンバスが、はい、メディアムソフトぐらいのフレックスで、まあ、キャンバス機でグラ取りしたいなとかいろいろしたいなって子にはいいんじゃないですかね。そうですね、はい。まあ、より反発は欲しい人はキャンバー行ってもらって、そうですね、ちょっと粘りたい人は可変キャンバーで、はい、ここ乗り味の好みだと思うんで、そうですね、まあコア自体はの、B も A も一緒なんで、そうですよね、形状だけの違いと、はい、はい、ありがとうございます。 LTAF ですね、はい、結構グラフィックがシックな感じで、はい、かっこいいですねこれ、はい、でソールもちょっと、はい、もやーっとした感じのこの、はい、クールな感じ、はい、これ実はあの真ん中をね反転させて、あの、あ、そうですね、ちょっとの鏡みたいにしてるんですよね、はい、実は、はい、でこちらですけど、こちらもまあノンステールのフレックスバランス調整ということで、まあ今季より柔らかくなってます。はい、ちょっとまあ見た感じちょっとローキャンバーっぽい感じもしますけど、まあキャンバーモデルなんでそこそこ柔らかいなりにも反発はあるから、はい、はい、まあ、扱いやすい初心者とかで、そうですね、乗りやすいんじゃないですか、まあ、ダブルロッカーとかダブルキャンバー乗り換えの方はぜひおすすめの一本ですね。そうですね、はい。